はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざいりょうでございます。白猫トマト様、お手紙いただきました。ありがとうございます。シン様、マスミ様、ジョスイ様、大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。ありがとうございました。政治活動資金させていただきたいと思います。手作り梅干しいただきました。なんか催促したみたいですいません。売ってるもんだったらもう一回食いたいんで、商品名教えてくださいって言ったら、まあ売ってないもので、手作りだった。他にもですね、チョコとか、まあバレンタインですか、チョコとかいろいろいただいちゃいました。誠に恐縮であります。催促したみたいで申し上げます。梅干しは毎日一個ずつ大事に食おうかな思っております。昨日の続報なんですけれども、プーチンがマクロにですね、ベラルーシでの訓練が終わったら軍は引き上げるって言ったそうです。全然信用できねえけど、全然信用できねえけどね。まあプーチンは元スパイですから、まあ嘘も平気でしょう。開催中の北京五輪なんですけど、運営も食事も審判もインチキすぎてですね、北京五輪じゃなくてペテン五輪とあだ名がついたみたいです。最低最悪だって、噂されていた平政冬季五輪以上の最低大会と語り継がれるようになるんでしょうか。平政五輪もですね、例のモルゲッソよの像とか登場して、あとは食事すとこですか、選手の食事すとこの大腸菌問題とかですね、いろいろ笑かしてもらいましたけれども、ペテン五輪何の罪もないですね、選手はかわいそうですね。特に審判がインチキだとね。賄賂でこんなとこ選んだ IOC が悪いですよね、そもそもね。ここに五輪っていうか平和の祭典をやる資格があるのかって、まずそこから選定してもらわないとね。なんか経産省の官僚がですね、朝日新聞の女性記者と年頃になりすぎてですね、更迭されたみたいであります。詳細がまだ判明しておりませんので続報待ち。文春、まだ発売されていない文春に詳しく書いてあるらしいんですよ。なんか噂です。記者の国籍知りたいな。元からですね、朝日新聞のお色気要員、つまりハニトラ要員かもしんないな。後任は財務省官僚だそうで、そうでなくてもですね、秘書官やら内閣官房は財務省だらけなのに、岸田総理を取り囲む財務省の鉄壁でますます固まってしまいました。こりゃ参院選が終わったら、まあ、財務省の命題である増税、言うこと聞いて増税しちゃうかもしれないですね。まあ増税した総理は短命に終わるって決まってんですけど、歴代財務省の言うこと聞いた、つまり増税した総理は短命の政権に終わる、で二度とできないっていう決まり、ジンクスあるんですけれども、増税命の財務省ね。お前らはいいかもしんねえけど、お前らの孫が苦しむんだからな、増税で重税で。だから財務省は東大だらけだそうですけど、先が見えないバカばっか、物事の本質が読めない、わからないバカばっかなのかな。そりゃさ、増税に成功したらさ、自分はええとこに天下れて、自分はいいかもしんねえけど、孫が苦しむんだよ。で、お前らの孫が財務省官僚になるとも限んないんだからね。財務省のために尽くしても。先の見えないバカばっか。東大は出たものの。2021年度末のですね、NHK の総資産額は1兆2493億円でした。調べました、私。毎日毎日休まずに100万円使ってもなくなるまで
3422年かかるっていう恐ろしい金額。毎日100万使っても3400年かかるっつね。3400年先の人間って一体どうなっていくかちょっと想像もできませんけどね。さらに恐ろしいのはですね、この額は本体だけの総資産で、いくつもいくつもある子会社の資産は含まれておりません。これ含んだらもっと跳ね上がるんだろうね。電波の押し売り、電波の送りつけ詐欺、集金人の迷惑行為、夜間の訪問とか帰んねえとかによる契約強要は儲かりますね。中の人に教えてもらった力関係なんですけど、 NHK 総務省民放だっつうのも納得ですよ。こんだけ金持ってたらさ。さらに加えてですね、特に高齢者に絶大な洗脳力を持ってるでしょ。 NHK 強大すぎんな。電車の中でもよく聞くもん、高齢者同士の会話でさ、 NHK でやってたんだけどみたいなさ。そしたらそれが地上の真理みてえに、まあ、信頼性あるもの、間違いないものっていう枕言葉になっちゃうんだろうね。自民党の国会議員って372人いるみたいなんですけど、その人ら全員ですね、1億円ずつ年間献金してもですね、34年間続けられますね。まあ長年ね、政府与党が放置してんのも納得だな。あんまし強大すぎてね。なんかね、誰も手出しができないっていう NHK 強すぎて、ヨハネ黙示録のですね、けだもの赤き巨竜の意を与えられ、これ赤き巨竜っていうのはサタンのことなんですけど、何がこれに匹敵しようか、これと誰が戦えようかつって人々が嘆いたというですね、無敵の666の印を持つ獣なのが NHK はって、ちょっと思ってしまいました。まあな、NHK がいくら強大でも構わず戦いますけどね。私はね、バカほど怖いものはないって言うしね。ちょびひげもですね、賢者は情熱的な愚者に敗北するって言ってますね。これは賢い者ほど、もうやる前から失敗する理由を何だのかんだのって見つけちゃうんだって。んで、くじけちゃう。心がくじけちゃう。バカは失敗する理由を思いつかない。で、情熱的。だから、勝てるっちゅうんですよね。まあ、賢者は、情熱的でない愚者には勝てんのかなって思ったりしてね。大体勝敗って賢い方が勝つんじゃねえのかななんて、ちょっと疑問には思いますけどね。これを言った意味もわかります。吉村大阪府知事記者会見でですね、不要不急の手術は控えてって言ってしまってですね、手術に不要不急なんかないだろっていうことで、お前は何を言ってるんだ、壊れたかって呆れられてしまいました。さらにですね、小池都知事、まあ大阪と来たら東京ですか、小池都知事、政府の対応ですね批判、モメンタムがずれて現場ストレスくるとか言っちゃったらしいであります。ネットの話です。なんのこっちゃ、はいはいお前は何を言ってるんだ、俺英語はネイティブだが意味がわからん、 Together しようぜ、横文字使わないと死ぬ病気、どうだ賢そうだろう、でもバカなんだぜ、政府の悪口言ってる場合がなどと、まあ批判的ですね。特に感想はありません。まあ言いたいことはわかんですけどね。んなね、周りくどい横文字使わねえで政府のバカ野郎って言ってくれれば1秒で済むのにね。それにこの人言うことはですね、いつも一緒で、最終的にはですね、私は悪くない、他が悪いで、いつも結論同じで大したこと言ってませんね。自民党連は次はですね、松添とか松田みたいなカスじゃなくてもっとマシな子を連れてこいよ。小池さんダメだったもんね、この前の選挙。自民党はもう対抗馬立てんのを諦めちゃって、
私はあの前々回は自民党が連れてきた小沢一郎の子分の増田が嫌で小池百合子に投票いたしました。前回の都知事選は対抗馬いなかったんで桜井誠に投票しました。まああの桜井誠が一票でも多く取れば左翼にねストレスかなと思ってすごく意地悪な気持ちで一票投じましたけどね。8日昨日ですね、自民党内で少子化対策勉強会っていうのが開催されたそうであります。そこでですね、あのどっかの、専門家が来てですね、夫婦の出産数は長年変化なしと、だからそれまで2人産んでたのが1人にしちゃったみたいな、そういうことはないんだと、長年変化がないんだ、未婚が増えて少子化になってんだと、いうことをですね教えてもらったみたいであります。まあ私が考える一番の原因はですね、実質税負担率 46.1% の超重税で若い人が将来に希望を持てないせいだと私は思っておりますけど、少子化の一番の原因ね、障害未婚率推移なんですけれども、まあ一生結婚一回もしない人、現在の障害未婚率は男性約 27%、 3割ですか、女性約 18%、男女差があるのはですね、女性に比べ男は懲りずに何度も結婚するから、この差が 9% ありますから、多分 9% の男が懲りずに ×1×2×3 とかなんだろうな。現在の数字よりもですね、ここに出てる1970年の男性未婚率 1.7% に驚きました。私したら 98.3% は結婚してたってことが、古今東西なんですけど、男女ともに同性愛者率は 5% から 10% って言われてるんですよ。してみっと1970年代50年前は同性愛者の方々も一応結婚してたんだな。まあ今で言ったらなさそうですけど大丈夫だったのかな。参院選ではちょっと、そこまでテーマありませんけども、私の少子化対策案です。未婚を減らすのは難しいし、結婚しろ結婚しろってうるさく言うのも気の毒だし、まあ結婚した7割の方に3人産んでもらったらっていうのが私の少子化対策であります。政策を工夫してですね、2人って思ってたけど、こういう制度があんならもう1人作ろうかなっていう方がずっとずっとハードル低くて実現性がいいはず。結婚しろうるさく言うよりも2人を3人っていうの方がハードル低いはず。まあ異論は認めますが、こういうのは互い給料もらって勉強会やってる自民党の議員が考えて我々に提示すべきなんですけどね。まあ具体的な方法はですね、まあ、2人産む予定の夫婦に3人産んでもらう具体的な方法はですね、補助金や税優遇などまあいろいろありますよ。国家社会主義ドイツ労働者党、今はない党はですね、出産に補助金出したり、子持ちを雇った企業を税金優遇とかしてました。今はそれがなんて評価されてるかっていうと、人口政策に重点が置かれ女性の就業及び教育機会は奪われたってなっちゃってる世の中であります。これがですね、そのまともなことやってんなって思える政策に対する評価、恐ろしい世の中になっちゃったな。人口減ったら減ったで、減ったなりの国家運営すればいいだけで、まあ私としてはそんな無義になって少子化対策しなくていいんじゃねえの、ちょっと舐めてかかってる部分はありますけど、減ったら減ったなりに生きてればいいじゃねえって思いますけどね。まあ普通の政治家的には少子化問題ですよねなんつって、暗い顔して言う必要あるんでしょうね。
女性候補5割擁立を目指す立憲民主党、昨日からですね、女性の通年募集開始しました。常時募集で無期限募集、次の参院選に向けての募集じゃなくて、もう今後ずっと募集だと出ます。男は18日から募集かけるそうで、まあいやいやですねできたら男の応募なんかこねといい殴れに思ってんのかな。ネットの反応です。能力とか資質とか古虫、女なら誰でもいいのか、あからさまな男女差別、そこはジェンダーレスじゃないんだ性別を限定しての募集って男女雇用機会均等法違反だぞ。まあ普通の企業なら怒らへんでしょうね。まあ政党だから怒らんねえだけで、やってることがおかしいって気がつかないんだろうかってですね、答えですけど気がつかない全く気がつかない、これちょっとまずいんではって気がついたら、例えばですけど男女共に募集してですね、まあ男は落として女性だけ子にすかみてえな、陰でみてえなことやるはずなんですよね。まあそんなこともわからないところが支持率右肩下がりの秘訣であります。心は女の俺も応募していい。トランスジェンダーって、人ですか、ゲイを公表しているですね石川大我立憲参議もいることだし、むしろ歓迎されるかもしれないですね。できればですね、カーゲーベー違うわ、 LGBT の全属性を制覇していると思ってるかもしれないしね。LGBT レズゲイバイトランスジェンダーですかね。女がいい、若ければ若いほどいい、これはですね民主党民進党立憲と受け継がれたですね小沢一郎の方針だそうであります。小沢一郎があの顔でこんなこと言ったかと思うと虫唾が走りますけど、まあ見越しは軽くてパーがいいっていうのとかぶりますね。党の人形になってくれればですね、資質や能力はどうでもいいと、女性で若ければみたいな感じです。でバカバカになった結果ですね、そんなこともわからない集団になり下がったと。この調子ならまだまだ支持率右肩下がり続きそうですね何よりです私も出る予定の参院選東京選挙区6枠中、前回はですね蓮舫とちょっと人相が悪いにおっさんで2枠立憲が取っちゃいましたけれども、次は減らしてほしいですね。そういえばですね私完全な男女平等ってものがもし実現したらって考えるんですけど、これ女性はですね男の仕事全部やってプラス出産育児やるようになっちゃって、なんせ男は出産できねえからなっちゃって、女性が大変では損ではって思うんですけど、どうなんでしょう。左翼はですね男女分断して国を破壊したいだけだし、で男女平等男女平等言ってるし、フェミはですね自分らが男に優しくされないって不幸だから他の女性も不幸にしてやれっていう欲望に動かされてるみたいだしね。まあ端的に言うと恨みですか、恨みによって突き動かされてるんですね。男に優しくされねえのはそういうとこだからな、そういうひねくれってとこだからな。伊藤詩織を批判するフェミいねえし、安倍政治を許すフェミもいねえしね。そういうわけでフェミはですね左翼と外国政府の下部組織と考えた方がいいんじゃないか、多様性多様性言ってるフェミがなんで一律安倍政治は許さないなの、謎でしょこれ。左翼の下部組織下部団体下部工作員だからですよ、そうとしか考えらんにもね。よかったらチャンネル登録、こういうふうに言っちゃった
デトックスジャパン。